はい、中本白秋のワンポイントレッスンです。今日はですね、ひらがなの地の美しいかかたと、元になる漢字の紹介をしていきます。はい、地っていう字はですね、こうして少しこう、地はですね、こっち側を少し長めにこういうの書くんですね。こういう地は、こういう地は変なんですね。またここもですね、こちらを長く、こちらを少し長め、こちらは短い方が、こう伸びやかな感じしますね。こうして少しこっち、このぐらいを通って、そしてここからひらがなつを書くようなつもりで、でこのつをですね、書くときにこの上がる角度、軽い右側のリズムに持っていった方がいいと思いますね。こう長くするときにこうするとおかしいですね。もう一度書いてますね。こうして少し右側に、でここをこうすると、ここはこう窮屈な感じになりますので、もう、先ほど申し上げましたように、こう少しこのような感じですね。左の長くして、でここからここをですね、長めに書くのが地の美しい書き方になります。これはなぜこういうの書くかは、この地が生まれた元になる漢字でご紹介していきましょう。地はですね、元になる漢字はこのこういう地って言いますね。こうしてこうしてこの字なんですね。ですからこれは右側の作りの口に当たるんですね。これを崩しますとですね、行書草書として書いていきますと、例えばこうこう、これ想像つきますね。これがもう少しこちらがですね、こうしてこうなって、そしてこう、でそれがもっと簡略化されますと、こうしてこうしてこうなんですね。そして今日のこの地っていう字ですから、こちらは地っていう、こちらここから口ですから、こうこの辺口を書いてですから、こう長く書きます。はい、もう一度書いてますね。こうしてこうして軽い右上、こういうふうに書くわけですね。以上ですね、地、ひらがなの地の美しい書き方について解説をしました。これで中本白秋のワンポイントレッスンを終わります。参考になられた方はですね、チャンネル登録、また、いいねを押していただきますと、今後の動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。